皆さん、こんにちは。一般の名称だと思われているものの中には、実はある企業の商品名だということがあります。そこで今回は、商品名が一般名称のように使われているものについてご紹介します。1、ウォシュレット、正式名称、温水洗浄便座。ウォシュレットとは、TOTO が販売する温水洗浄便座の商品名です。その温水洗浄便座とは、洋風便器に設置して、温水によって肛門を洗浄する機能を持った便座のことです。2、シャープペンシル、正式名称、メカニカルペンシル。最初に開発されたアメリカではメカニカルペンシルの名前が正式名称とされているようです。シャープペンシルという名前は日本の商標エバーレディシャープペンシルに由来します。1838年にアメリカのキーランがエバーシャープの名で発売したのが最初で、日本語のシャープペンシルもここから出ています。3、テトラポッド、正式名称、消波ブロック。消波ブロックは、海岸や河川などの護岸を目的に設置するコンクリートブロックです。波消しブロックと呼ばれることもあります。テトラポッドは、中堅ゼネコンの不動テトラの登録商標で、一般名称では、消波ブロックと呼ばれています。1949年に、フランスのネイルピック社により、発売されたもので、モロッコの火力発電所の護岸工事に用いられました。日本国内には、日本テトラポッド株式会社により、1960年代頃から、導入され、普及しました。4、ドライアイス、正式名称、固体二酸化炭素。ドライアイスは、固体二酸化炭素の商品名です。1925年に、初めての固体炭酸製造会社、ドライアイス、コーポレーションが設立され、ニューヨーク郊外で、固体炭酸の工業的生産を開始しました。ドライアイスはドライアイスコーポレーションの商品名でしたが、そのまま一般的な呼び名となりました。5、ホッチキス、正式名称、ステープラー。ホッチキスは紙にコの字型の針を差し通し、針先の部分を両側から平らに曲げて、紙を閉じる文具です。アメリカのホッチキス社が作って、日本では株式会社伊藤木さんが明治後期にホッチキス自動紙続きという名前で輸入販売を始めました。ホッチキス社製なので、ホッチキスと名付けたのです。6、キャタピラー。正式名称、無限軌道。キャタピラーは、キャタピラー三菱の商品名です。一般名称は、無限軌道といい、軌道輪、天輪、誘導輪を囲むように、一体に接続された、微半、周の輪であり、軌道輪でそれを動かすことによって、不整地での車両の移動を可能にするものです。7、万歩計、正式名称、歩数計。歩数計は、歩数を数える機械です。なお、万歩計は、ヤマサ時計計器株式会社の登録商標となっています。振動により、感知しているため、手で振るだけでも、歩数のカウントは増えますが、近年では、手で振るだけでは、歩数がカウントされないものも登場してきました。8、タッパー、正式名称、プラスチック容器入れ。
アメリカ、タッカーウェア社の登録商標であり、厳密には、タッカーは、同社の製品、タッカーウェアのみを指しますが、一般には、同種のプラスチック容器全体を表すことが多いようです。1980年代後半に、日本で、タッカーと呼べるのは、タッカーウェアだけ、のメッセージを添えた、テレビ CM が流れていました。ちなみに、タッカーという名称は、同社の創始者、アール・サイラス・タッカーの名に由来しています。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。